歳杉浦さくらです。趣味はお菓子作りとぬいぐるみ集めです。よろしくお願いします。ダンスは幼稚園 の、ね、の小年少さんからやってます。どのくらいちょっと軽くステップ踏める、なんか軽くダンスの振り付けで、まあ、でも何でも、まあ、今やってるやつでもいいでしょ。大声です、ちょっと大声出してみて。あー、いや、出るね、オッケー。大声出さなくていいけど、マジで俺に怒ってきて、バカじゃないみたいな。ふざけんじゃねえよ。ちょっと口喧嘩してみて。はい、本気で俺もやるから、本気でやってみて。はい、なんだよ、ふざけんじゃねえよ。ふざけてると思ってるから言ってんの。なんでだよ。うぜえんだよ、その口調とか。あ、なんだよ、おめえのね、うぜえとお前ガキだろうがよ。そっちだって言ってんじゃん。そっちの口調真似してんじゃん。そっちがそうやっていつも言ってるからじゃん。言ってねえだろ。言ってんじゃん、今だって。あ、オッケー。あ、はい、ありがとうございます。いいですね、いいですね。3分の1の確率なんだ、今回。はい、本当に気持ちで決まるから。はい、最後それで。今回初めて、お菓子のオーディションを受けて、本当に女優になりたいという夢が結構小さい時からあったので、今回経験をして女優さんへの夢に近づかせることができたらいいなと思っているので、よろしくお願いします。本当にやりたい。はい、ありがとうございました。